皆さん、おはようございます。ザ・ジプシー・ウィンドです。本日は、全国ベンチャーズエレキ合戦へ、暑い中、ようこそお越しくださいました。皆さんの期待にも応えたいと思いますので、精一杯頑張りますので、最後まで楽しんで、行ってください。それでは早速ですが、ここでメンバー紹介させてください。まずは、ギター横山ひろあき、そしてドラム大谷耕作、私がベースの藤沢実です。本日は、どうぞ最後まで楽しんでください。よろしくお願いします。それでは次の曲ですけれども、日本の懐かしい曲を4曲メドレーでお届けしたいと思います。聴いてください。
ありがとうございました。それでは次の曲は少し雰囲気を変えて、加山雄三さんの君といつまでもお届けします。聴いてください。それでは次の曲は、ベンチャーズの定番代名詞の一つでしょうか、朝日の当たる家という曲をお届けします。最後少し味付けがありますので楽しみに最後まで聴いてください。はい、
ルショーが津軽海峡冬景色を織り交ぜた、題して朝日の当たる津軽海峡冬景色の家をすいません、自分で笑っちゃってお届けしました、それでは次の曲はこちらもベンチャーズといえばという曲になると思います。ドラムの超絶スーパーテクニックをお楽しみください。キャラバンです。ありがとうございました。だいたい半分ぐらい過ぎたんですが、ここで少しだけクーリングタイムをいただきたいと思います。皆さんも、
水分をとって塩分をとって涼しくして、自分の命を自分で守ってください。少々お待ちください。それではクーリングタイム取っていただけたでしょうか。次の曲は皆さんおなじみのルパン三世のテーマをお届けします。聴いてください。ありがとうございました。それではここで2回目のクーリングタイムをちょっと熱い、思ったより熱いですね。じゃあ一口だけ。さあ、縁も竹縄ですが、あと残り 2,3 曲となりました。ちょっとよろしいですか。お車の移動をお願いいたします。このステージの裏手にあるんですけれども、いわき300ほの6825シルバー銀色のトヨタのクラウンでお越しのお客様、充電のエリアの入り口の目の前に止まっていまして、充電の車が入れないような状態になっております。恐れ入りますが、いわき300ほの6825シルバーのトヨタクラウンでお越しのお客様、すみませんがお車のご移動をお願いいたします。
それでは引き続きお楽しみください。はい、それでは引き続きお楽しみください。次の曲はこの景色にぴったりのニザルーという曲をお届けします。ありがとうございました。絵も竹縄ですが、いよいよ最後の曲となってしまいました。ただ時間はまだあります。一応最後の曲になりました。今日はありがとうございました。この後も素敵なバンドがたくさん出ます。明日も含めて、ぜひベンチャーズサウンド楽しんでください。それでは聴いてください。津軽ジョンカラブ。
ありがとうございます。それでは皆さんの熱い声援に応えて、まさに今日この時この場所で皆さんに会えたことだと思っています。アンコール聴いてください。運命。楽しかったです。